地上を取り戻せ。アウトデース、ビヨンドクロノス。やあ、さすが圭介だよ。今回から、このゲーム4周目やっていきたいと思います。今回はですね、とうとう、一番いいエンディングを目指して、分岐を選んでいきたいと思います。今回も攻略サイトをバンバン見ていきますので、カットの方、大きくなるかと思います。なので、この動画から見たって人は、過去に1周目からやってる動画もアップしておりますので、そちらをご覧ください。さて、このアルドデュースの世界観に終止符を打ちにかかるようにやっていきたいと思いますので。では、適度なところまでカット!今の私にできることは。歌ったらこれこんな感じで動くんじゃ。ここの選択肢ロア、アルゴスを総動員して顔の動きを全て記録するんだ。私のことを見てるのか。ちょっとここの選択肢ってこういうちょっと若干違う部分があるんやな。超えてるのか。ちょっとさ、まあ大勢変わらんだろうみたいな感じでさ、ちょっとメニュー開いたりしよったわ。お前文章バンバンカットしたりとか。私とても耳がいいのよクロエ。どこにいてもクロエの声は必ず届く。やはりお前はココなのか。完全にクロエの声に反応してしまったけんな。私に愛にで、これ前トーイと同じような感じの展開になったんじゃ。この辺は一緒かな。今のおま、カメラが出てきた。これは歌苗を選ぶらしいんですよね。そしたらこれちょいちょいね、選択肢のところで赤い花びらこう舞う演出があって、これが上に上がったら正しい選択肢、あの一番のエンディングに向かう正しい選択肢を選んでますよっていう演出らしいね。同じ目をしてるんだ。打つべきだ。それは分かってるのに。もうさ、これまで見てもらったら、3周目とか見てもらったら分かる通りね、この目ってほら高っこすぎるんだよね。次はどうしようか、クロエ。ピザの人形を選んで、今、ノアの人形っていう選択肢を選ぶみたいなんで、あれ、だからノアの人形なんてあったんだよ、俺。しかもなんか、差し出すのって正気かっていう選択肢とか見たことないんやけど。でも差し出すんよね、これ。攻略サイトにさ、ノアの人形って、あれ、こんな選択肢ないでって思ってさ、今、あれ選択肢選びこれまで間違えたかなと思ったら、二つ目にノアの人形出てきたっていうね。あれみたいな感じだったの。やりたまえ。ノアをモデルに作ったただの人形だから大丈夫だよ。どうだぞ。プレミア価格多分50円ぐらいだろ、お前。どうぜ。てか人形とかあるんやな。どんな感じなんだろう。わ、フィギュアや。わ、リアリティあるな。興味を持ってるようだな。おう、グッドスマイルカンパニーあたりが作りそうな感じのフィギュアだったわ。うん、結構細かく作られとんな。現実にあったら2万円ぐらいするようなやつじゃない、それ。くなくなー。
タクが見てるお前発狂するやつやぞお前。あんなに可愛いノアちゃん人形を。許せん許せん許せん。面白いものを見ましてね。なんだ？メテオラとしての本能は残っているようだね。お前敵だと思われてるな。お疲れ様、クロエ。これでいいんかな。選択肢選びこんでであったよね。くらいにしておこう。調査結果は僕がまとめておくよ。サンキュー。この辺は一緒かな。助かる。ねえクロエ、今日の調査の感想を聞かせてよ。君はアニマを何だと思った？この辺は選択肢合うよな。単なるメテオラ、それとも何か人間的な性質を持っている。よ、ここで選択肢ね。確かこれが判断保留の方か。わからない、今は何も考えられない。なんか選択肢出るたびに花びらが出てくるんかなと思っとったけど、この辺花びら出てこんってことはあまり重要な選択肢じゃないんかな。この辺ってわからん。人間の良さがあると感じたのかい。違う、私はただ、これは面白いことになってきたね。面白がってんだよね。あいつは一体何なんだ。というわけでカットできるところはカットしたけど、スキップはないらしい。選択肢この辺あったっけ。まるで子供のような、わからない。アリアドの本や、こんなんあったっけ。あ、改造見たことないかもしれんな。スキップないんちゃう。ないよね。これはイチゴの花だったかな。初めて見る改造かなこれ。イチゴ色づく前か。あ、初めてな気がするわこれ。このイチゴを色づけるにはどうすれば。こんなことやったことないもんな。お、確かダリアの花が出てきた。青いダリアじゃ。ダリアって赤のイメージやけど青もあるんか。違う、イチゴはこんな色じゃない。つまり何が言いたいんだ。イチゴはこんな色じゃねえ。こっちか。モンステラ、こんな植物もあるんやな。あ、それをどけて後ろの花、赤い花が出てきたという状況な。これこれは何の花だろう。色がついている、持って行ってみるか。これがこれが正解だったのか。どういう正解かん。いきなり実がついたよ。どういう正解かん。コウコとバラとイチゴの話をしたな。あ、なんだこれ。これ何これ。写真。イチゴの花言葉。そんなの聞いたことないぞ。イチゴの花言葉なんですか。あるんですか。わあ、また花出てきた。花っていうかいろいろ写真が出てきたけど。写真。あ、選択肢あるなこれ。攻略サイトにも尊敬と愛を選ぶみたいな。尊敬と愛って何。どれが尊敬と愛なんかわからんけど、これ僕の家庭違うな。じゃあ選択肢としては、あなたは私を喜ばせる、尊敬と愛、これか。これをこうかな。選べばええんか。これが正解だったのか。オッケー。いや、もしかしたら全部正しくて私の考えが知りたかったとか。これは最初にこう書いておったんで、こう書いておいてこうやりました。なんでこれが正解なのかわかりません。攻略サイトの言いなり。コウコならそう言いそうだ。攻略サイトに言い当てられてるよ。どうしてイチゴは自らを守るトゲを捨てたのかしら。一緒なんだよ。クロエ、あなたにはわかる。それはわかりませんね。それは学者の人に聞いてください。必要が
亡くなったからではないでしょうか。トゲを持つ必要が？どうして？イチゴの実になって考えてみました。ああ、クロエが何か別のものの実になるっていうことを習得している。過去のクロエだったらっていうか、コークと出会って初めての頃のクロエだったら絶対その思考にたどり着いてないはずなのに、そんな気がする。トゲを自ら手放す、そのような非合理はトゲに代わるより強力な武器を得たから、それ以外に考えられません。なるほどね。武器を？例えば？例えば獅子製の毒とか。それが正解なら今イチゴを食べている私たちはそうだね、食べれないね。そっか。ねえクロエ、でも考え方のアプローチは面白いっていうか、いい感じじゃない？武器を持つことをやめたのだと思うの。武器を持つことをやめた。必要ないからトゲを消してしまうことに決めた。しかしそれではいとも簡単に食べられてしまいます。食べてほしいのか、つまり食べられてもよかったのよ。きっと触れてくる誰かを傷つけるバラよりも、誰かに積まれて誰かを幸せにする、そんな生き方を選んだのだと思う。小説家か、お前は小説家か。イチゴという食べ物に、食べ物っていうか、あ、果物にさ、そんな感情を考えられるとか言え、お前小説家目指せ感受性豊かやな、お前すごいな。生きてる人の10人に何人そんな考え方ができると思う。ほとんどいねえな。自己保存の本能を持ちます。イチゴの生き方は生存本能に反しています。そうね、けれどその甘酸っぱい優しさが私は好きよあ、もう、イチゴに対して甘酸っぱい優しさがとか考える人はなかなか、そうはおらんぞ、お前。で、なんか前にも聞いたな。ショートケーキはイチゴから食べる葉の効果。でも、時々少し悲しくなるわ。何がだ？悲しく？トゲを捨て、相手の全てを許容する。自分が変わり、相手に尽くす。うん。噛まれても飲み込まれても。受け入れる。それも関わり方の一つではあるけれど、一方的な需要はやはり悲しいわ。でもな、今の噛まれても受け入れるっていうところがさ、メテルラに食べられたコーコとなんか話重なるような気がするんやけどさ、どういう意味持っとんやこの会話。トゲで互いを貫くことで分かることもあると思う。何？もしかしてコーコもメテルラのことを貫こうとしてた、あの時貫こうとしたけどできなかったわみたいな、ね、もしもクロエやり合おうとしてたん。お前メテオラとやり合おうとしてたん。バラだとしたら体に入ったトゲをどうする。おう、そのような事態は想定したことがありません。考えたことなかったな。考えようともするか誰が考えておいた方がいいと思う。マジで本来誰しもがバラだから考えておいた方がいいと思うじゃないの将来の災害を備えておいた方がいいと思うみたいな言い方で言うな、お前。一緒にするな、お前。バラとは比喩でしょうか。ええ、目には見えない心の話。うん。人と人との関わりは、どこまで傷を、いえ、犠牲を許容するのか、という問題に行き着くわ。ああ、なるほど。抱き合って、互いのトゲを突き刺すか、トゲを捨て去り、相手に全て合わせるか。それとも見て見ぬふりをして全てを遠ざけてしまう。いや、人との関わり合いの話ね、なんかわかるような気がするわ。もしもクロエがいつか人との関わり方で悩んだら、ここでイチゴを食べながら悩むといいわ。イチゴというものでさ、そういうお話ができる、お前すごいな。甘くてとても美味しいこの子たちがクロエの助けになってくれるはずだから。あ、どうですかね。そうだ、コーコがここでイチゴを食べた。なんでイチゴが実って、まさかあの夢の影響か。さっきまで実ってなかったやつがかな。これが昨日の調査結果になります。で、調査の話に戻っていた。この辺はスキップはできない。選択肢があるけやな、多分。でも文章は多分一緒だな、この辺。
愉快のもの、そうやな。そういうところも一緒。ここら辺は一緒っぽい。飛ばし飛ばしだけ文章大体同じようなこといいよなっていうことはわかるぞ。もちろん決めるのは君だ。あ、来た来た来た、選択肢で与えるんだろう、どうせこれ。うんだろうな。この辺は3周目と展開は一緒やけど、これで与えるものを変えていくんだろうな。まあ前回何を与えたかいまいち覚えてないんですけどね。これ一緒で、アーマーを選択したら進むんだったっけな。始めようかって、ちゃうわ、ジュリア博士の方か今回。え、ちゃうかな、なかったっけ。あ、はい、進んだやつだ。意識の転写はおそらく成功している。なんか語り始めたぞ。私の卒業は語り始めたぞ。通りならあのメテオラはクロエにつなぎ止められ絡みついた糸でここに引き寄せられた。つまりコウコの形質を強く引き継いでいる。それは間違いない。なんか意味深な理論語り始めたぞこのおばはん、うん、プロジェクトのために解決すべき最後の問題はあれとの共鳴度か。何そのプロジェクトの話、そんな話これまでしてなかったね。お前でも悪くない数値だが確実性に欠ける。何を企んでるんお前。いや企んでそうな嫌いやけど、何を企んでるんお前。まずは取り込んだコウコの影響がどこに強く出ているか、あれとの親和性を高めるために何が必要かを探る必要がある。博士、うん、うんじゃねえんだよな。お前人に聞きやすいよるかのごとく大きい喋り独り言するなお前。うんじゃねえんだよな。お前さっさと始めなよ、ちゃんとここで見てるからさ。見てたんかお前、すごいなんか気になる話しよったっけお前。なんかこちらにさ、わざと聞かせたいように喋ってるかのごとく喋よったじゃないかお前。なんかすごい意味深いこと言ってましたよ。こちらが気になるような、プレイヤーが気になるようなことをね。あ、お前ちゃうんか、あれ、あ、こっち監視者は、こっちか、レポートの話か。調査の結果を、加工食品の類にはメテオラの好むものか。もしもクロエがいつか人との関わり方で悩んだら。なぜ今コウコの言葉を思い出しているんだ。これが多分さ、攻略サイトを見ずにやってる人がいるのヒントになっとんかな。そろそろ行くか。あ、こっち選びよったか、そいや。遠回りしちゃった、ワイド遠回りしちゃったよ。コウコゆかりのもの。あ、そうじゃ、コウコゆかりのものを持って行きためにさ、あそこ行くにここ出て行かなあかんみたいな展開だったもんな。スキップはできません。何をもあいつ、まあんま間違いしまあ、でこの辺の文章は一緒だと思うんで、カットカットどんどんゲット持っていくもんが重要やな。とりあえずプロメテウスはええんよお前。多分この選択肢でもプロメテウスってそんなになんもならんと思うけんな。この選択肢離れる方やな。オッケー。こいつらに気遣っとったらさ、別ルートに入っちゃう。さてと、最初に言われ、さすがに逆。今回何選ぶんだろうな。攻略サイト。攻略サイト。いちごフォーニー。まあ、いちごは妥当か。この流れでいちごはもう妥当やな、という。フォニーとリボン持っていったんやな、確か。リボンじゃなくて、いちごの方持っていくみたいやで、んかい。ちなみにいちごどこがあるこれ。あー、これか。ここセレクテッドと、もう一回確認するけど、イチゴとフォニーというわけで、このフォニーを持っていく。これはこの二つチョイス。これでオッケーってことだろう。クロエ、何かいいものを見つけた？ここでいきます。コウコさんが日々この辺の選文章は一緒かな。オッケー、行きましょう。よっしゃ。どれから試してみようか。で選ぶ順番もこれ重要なんだろう多分。でイチゴから行くんやな。よっしゃ。
と、浴室装置ここでもなんか存在感、存在感放っとるわ。いちごだよ。いちごよね。攻略サイト、いちごよね。いちごだね。出てきた。多分いちごっていうものにはさ、食べ物っていう、ダメなんか。もったいねえな。余ったら俺が食っていい？ダメだよ。これは調査用に用意したものなんだから。この反応はそもそもいちごを食物だと理解してないのかも。で、それはあれか、知識的なものがないから的なところかな。あ、食うやん食うやん。反応。やべ、めちゃくちゃ既視感。うん、似ているね、コウコさんの仕草に。そうだな。他にも試してみよう。で、次がホニーなわけですね。ホニーは前にも渡れたな。ちゃんとつける仕草は前やったよな、確か。出なかったっけ。ああ、そう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 、この辺は一緒。ふん、面白い。どうやらかなりのコウコちゃん要素を引き継いでいるようじゃないか。コウコの。リボンがイチゴに変わったけど、基本的に文章は一緒というか。落ち着きなよヤマト。そりゃそうだけどよ、目の当たりにしちまうとなんかこう、ちくしょう。コウメデウできました。ヤマトながらコウメデウできました。コウコはメテオラになっちまったのか。そんでこいつはどんどんコウコになってくのかよ。お、文章違うかな、これ。俺たちの友達に戻るのか。わかんねえよ。そん時俺はこいつにどんな顔して答えりゃいい。うん。嬉しいのか悲しいのか。わかんねえよ。くそ。ほんまな。これは本当にコウコと言えるのか。コウコに近づいていってるけど、これはコウコと言えるのかと。ヤマト。いう話。いいね。葛藤するバカは好きだぞ。だが。結論を出すのは早計だ。青葉の言う通り、気まぐれな偶然かもしれんし、記憶に基づかない反射行動かもしれん。うん、コウコの記憶を持っているとしても、その度合いを調べる必要だってあるしね。ということで、調査を継続するぞ。ゴリゴリデータを集めるんだ。奴がどれだけコウコに近づけるかは、もしかして君の頑張りにかかっているかもしれないんだからね。プレッシャーかけないでください。しっかり励めよ、クロエ。これ辛いな。ほんまにクロ、ほんまに高校に近づいていく、どんどん近づいていくが逆に辛いな、これ。行くか、サンルーム。行きたくないような、行きたいような。なんだ。俺ずっと気になってるんだけどさ。お腹弱った？何？なんだよ。どうしたの？真剣な顔して。あの特殊個体、いつもクロエのことを目で追ってるよな。え？はじめはあいつがクロエにこだわってんのは、メテオラが隙を狙ってるのことを警戒してたんだ。だけどだんだんよくわかんなくなってきて。ん？メテオラがクロエを特別に狙う理由ってなんだ？なんか3週目の時になかったような疑問がヤマトに出てきてるな。もしかしてあいつ単純にクロエが好きで、それってコウコの影響だったりするのか。わ、全然3週目ではこんな発想にも至らないだろうっていうような発想に今至ってるような感じがするぞ、これ。何言ってる、そんなわけ。いや、ヤマトの言っていることは一理あるよ。うん？実は僕も気になっていたことがあるんだ。なんだよ。この前メテオラの観測記録を整理していた時に気づいたことなんだけど。ああ。メテオラの出現頻度が
今と昔ではだいぶ違うんだ。ある時期から急激にその数が増えている。そのある時期ってね、あるタイミングって何よ。ある時期っていつだ。2年前、クロエがマキアに乗り始めて、地上で戦うようになってからだよ。あ、クロエの参戦とともに。憶測に過ぎないから言うべきかどうかずっと迷っていたんだ。ただメテオラがクロエを狙っているというのはデータ上は十分あり得る可能性だと思うんだ。マジで2年前から。その理由はわからない。アニマについてはなおさら。なんだ、クロエに何かあるの。ジュリ博士、クロエを作った時何かやりました。クロエ、クロエは。クロエがメテオラとしての本能なのか、コウコさんの影響によるものなのかも。え、コウコ関係ある。それクロエの参戦とコウコ関係ある。どれを持っていこうか。え、クロエ、ここで選択肢選び、また来てもらって、これダリアか。今回オルダリアとオルゴールを2回ずつ2回選択し、音叉と音声記録っていうのを持っていけばいいんか。これがダリア。ダリア、コウコさんが大好きだった花だね。持っていくかどうか悩んでいるの。で、2回選択して選んだら青葉のセリフが出てくる感じかな。そのほど刺激になるとは思うけど、ごめん、無理強いはできないね。うん、いや、持って行ってみよう。で、もう一つオルゴール、オルゴール、これが1回目の選択で、2回選ぶことでこのあれが出てくるみたいな。多分攻略されたらこういうことを言っている。ねえクロエ、なんだ突然。おお、なんかムービー流れてきたね。驚いた。いつかこうやってクロエを驚かせようと思ってたの。ちょっとしたいたずら。コウコがこのオルゴールを鳴らしたのか。一体どうやって。それはね、ただのオルゴールじゃないのよ。ん、このフォニーとペアでお父様がくれたもの。お、離れていても声で操作ができるし。そうなんじゃ。エスコートモードがちゃんと動くように毎日記録して調整してくれているの。私の脳波や声の調子を、ね、脳波を汲み取ってたな。お前ニュータイプじゃないんやけんさ。お前サイコミューじゃないんやけん。お前なぜそんな大切なものをここに。ただの古いオルゴールだと思うじゃないか。ほんまよ、グリス塗ったわ。一瞬目の時グリス塗ったわ。壊れてるな、治ったみたいな。いやいやだわお前。大切なものだからここに置いているのよ。お気に入りのオルゴールでもあるから。知っているクロエ。何をだよ。オルゴールの優しい音色は木の箱が共鳴することで生まれているの。あ、そうなんじゃ。このデバイスは電子制御されたものだけど、私の声の調子に合わせて自動で調律されて、嬉しい時は明るい音色、悲しい時は励ますように歌ってくれるわ。マジですごい、ハイテクすぎるだろ。私の感情とこの子も共鳴してるみたい。自分の一部みたいに感じるの。それは大げさじゃないですかね。ねえクロエ、このオルゴールはずっとここに置いておいてね。とても大切なものだから。ああ、だからこんなところに置いとんじゃ。いつもいつも工具がなくなってからもか。あなたのそばに。うん、ダメだ、このオルゴールは持っていかない。あ、そういう感じになるんやな。約束だ。でキャンセルになってる。さ、音声記録っていうあれがあるんやけど、コンサートの音声記録っていうのが攻略サイトにあるんやけど、何の話それ。どこにあるそれ。これは星座図鑑、違うな。あ、これ、おお、なるほどね。
荒野に音声記録があるけん、これを持っていけってことか。オッケーかな。これで持っていくものは決まったか。これでエンジャー行くぜ。よっしゃ浮かび上がった。これでエンジャーはここ14の選択肢だったんやな、今の感じ。それじゃ早くラボに戻ろうぜ。いいね。ちゃんと物語の核心に近づいていってる感じがする。何アブア、わあ、まだ重要な選択肢来たよ。これでも拒否したら多分花びら散りますよね。ですよね。持っていくわ。オッケー、舞い上がれ花よ。持っていこう。ただ破られでもしたら大変だ。ここにある本はコウコが大切にしていたものだから。それじゃあ読み聞かせをしてあげたら。ほら、クロエはよくそうしていたでしょ。ああ、なんか3週目でもやいよったな。同じように読み聞かせをしてあげたら何かわかるかもしれないよ。うん、素敵な朗読をありがとう、クロエ。わかった。クロエ、どれから試してみようか。歌声とダリアの選択肢が出てきたが、ここで歌声の方先か。これなんか反応あるだろう。これはコウコさんの歌声残っていたんだね。おお、歌おうとしているぞ。お、そうやな、3週目でも歌言ったもんな。内部構造が気になって仕方ないね。これはいよいよコウコちゃんとの強い関係が見えてきたんじゃないのかい、クロエ。うるさい。うるさいで跳ねのけた。他にも試してみよう。で、ここでダリアなんじゃ。ダリアは結局重要な、最後の最後まで重要なアイテムでした。近づいてってんの。ただの植物とは思ってない感じか。逃げない様子だね。食べちまったりはしないだろうな。ダリアの花はコウコの最も大切にしていたものだ。少しでも人間的な心があるのなら。そうだぞ。あ、ちぎっちゃった。おやおや、花というものを見たことないのか。容赦ないだね、あんた。あいつはコウコとは関係ない。人の心を持たないメテオラだ。おお、一旦ちょっとそういう判定になってしまうんやな。ダリアをあんな風に乱暴に扱ったりしない。そうだね。確かにコウコさんは花を引き抜いたりはしない。ね。これ以上何を調べる必要がある。もういいだろ、博士。ダメだ。ん？花に興味は示したんだ。記憶の残滓は残っているかもしれないだろう。ですがね。コウコちゃんの面影もさ。ありえない、そんなこと。コウコちゃんはこんなことしない。ハッシュタグつくよ。それを決めるのは私だ。君は調査を続けたまえ。あーい、ねえ、何お前。どうしたお前、そんなしょんぼりして。なんだ今のしょんぼりは。あ、何。そうだクロエ、今日はコウコさんの本を持ってきていた。ああ、そうそうそうやな。せっかくだから読み聞かせタイム。わかった。ダイダロスの迷宮は奥深く入り組んでいます。一度迷い込んだ者は二度と外には出られません。ですからどうかこの糸まりをお持ちください。どこまでも伸びていくこの糸がきっとあなた様を導いてくれるはず。クロエの声には3週目の時にも反応しよったけど。王女アリアドネは迷宮に挑むテセウスの帰還を祈願し糸まりを手渡しました。テセウスはもらった糸の端を近づいてきている。迷宮の扉へと巻きつけました。スルスルと少しずつほどけていく糸まりを握りしめながら
彼はミノタウルスの待つ最深部へと。ちょっとその本貸してみて。テラに扱うなよお前。な、何をする。いや、こうした方が手っ取り早いと思ってさ。なんだよ。わ、与える気かお前。博士、なんてこと。本はコウコが大切にしていたものだ。それをお前は。なんだい、つまらないな。なんか興味なさげに背を向けちゃった。本というもの自体には興味ないらしい。クロエ、もっと革新的なものはないのかい。そういう革新で、そんなこと言われてもね。そんなもの、たく使えないね。もっと頭を使いな、頭を。革新的なものをね、なんだ。やっぱコークの下着ブラジャーでも持ってくればいいのか。なんだ。私ってばさすが天才。なんだよその笑い方、キモいぞ。何？何を見つけたんですか、博士。最も高校にゆかりのあるもの。あそれはクロエ、君じゃない。そうきたか。一理あるなとちょっと思って、わあ中に入れられた。いや、切なきすけよ。あいさつひどいよ。いくらなんでもやりすぎだ。くそ、今助けるからな、クロエ。ダメだヤマト、今君が言ってもクロエが危ねえってのに放っておけるわけねえだろ。クロエ、今入り口のドアを開ける。すぐに避難して。あ、見寄ってくる。私の実験の邪魔をする気か。青開閉スイッチには触らせないよ。な、正気ですか博士。くそ、なら直接開けてくる。いや、でもそういう敵対行動体制を取るんじゃ。ん、なんだ。ああ、使わない。ああ、これなんか話にあったさ、イチゴにはトゲがないの話に近いな。なんかああ、止まった。我慢してるの。攻撃欲求を人間性で抑えているってことですか。あるいはコウコの記憶がそれを拒むのか。攻撃への攻撃の衝動はありながらもそれを止めようという感情もあるってことか。メテオラだったらそこまで考えるかなって感じやな。これは鉢植えか。何、鉢植えでドンってやろうとしてるの。ドンキに使おうとしてるの。何に。ね、その悲しい顔は。また来る。わあ。あれ？なになに？それは前にお前が引っこ抜いてダメにしたやつか。元通りにしようとしているのか。ああ、なんか、うん。斜めに刺さったやつがそうか。お前は。私を傷つけたかったんだろう。ここにいるのは生身の私だ。ホログラムではない。今ならお前の爪は私に届く。なのに随分と苦しそうにするんだな。なんだろうな。そんな風にしてもダリアは元通りには咲かないぞ。貸してみろ。乱暴に引っかいたって全てが思い通りにはいかない。仲良くなりたいなら、自分を分かってもらいたいなら、方法を考えなくちゃいけない。うん、抱き合って互いのトゲを突き刺す。いや、その言葉を引用してくるのか。トゲを捨て去り相手に全て合わせるか、どうすればいいのかは私にもまだわからないが、その答えを一緒に探すことはできる。そうだな。高校に教わったことがここで生きてんな、クロエ。お前、私の言っていることがわかるか。わからなくても
感じ取ることくらいはできるんだろ。新しく植え直そう。お前のダリアを持ってくれよ。クロエ、無事か？あ、ヤマト。ワイド無事。私も。何する顔、ヤマト、お前。いきなりスマイルになって、お前。よっしゃ。いい感じに進みよる気がする。お？これ、階層入った。夢の中。私は花になっていた。ああ、鳥の次は花ですか。花びらを風にそよがせ、葉っぱをゆらゆら揺らしてる。空に昇ったお日様の光を浴びる。暖かくて気持ちいい。隣で咲いたもう一輪も気持ちよさそう。今後のことかな。見上げた空には何もない。虫も鳥も人も何一つ。あの太陽もよく見ると偽物だ。寂しいねと、もう一輪が茎を揺らした。寂しいねと、私も茎を揺らして。鳥の時もなんか似たようなこと言ってませんね。鳥だったっけ、蝶か、蝶だったっけ。せめて私たちは二人でいようと互いに向かって一生懸命根を伸ばす。どんな強い風が吹いたとしても決して引き離されないように。コウコウ、お前が言っていたこと今になったらわかる気がするよ。あの子たちの真実、メテオラたちのことか。オーコはメドラの何かを知ってるのか。そしてこの部屋に戻っていた。くつろいでんな、宙に浮いてくつろいでんな。宇宙でのくつろぎ方みたいになってるな、お前。寝てるのか、アークが。帰ったか、クロエ。ノアちゃんはついに睡眠の再現に成功したぞ。眠りは疲労の末にある。そんな単純なことに気づかされたよ。おお、アークに疲労という概念あんのかよ。気苦労ばかりかけてくる。お前のせいであのメテオラの元に行ったな。あれほど忠告してやったのに、証拠りもなくあの獣の元に。任務だからだ。任務ならメテオラにダリアを渡すのか。コウコの一番大切にしていたものを、よりにもよってコウコを殺した獣なんかに渡すのか。お前には関係ない。コウコの話を引用するんだったらさ、アニマの峠がだんだんなくなっていけるような感じがする。今のお前にサンルームに行く資格はない。実体を持たないお前が邪魔をしたところで無駄だ。そうだ、私には何もない。実体がないからな。この手は虚構だ。何一つつかめはしない。人の手に触れない。愛しいダリアに水をやることさえも。ノア。だが。ノア。私にもできることが一つだけある。なんだよ。人の今に寄り添うことだ。うん。破滅に進むバディを見過ごすことはできない。破滅なんて大げさだ。少しアニマの調査に付き合っていただけで。正気に戻れ。あれは獣だ。コウコじゃない。コウコじゃないぞ。ダリアを渡すなんて考えられん。コウコもきっと今のお前に失望しているのだろうな。どうかな。コウコは語りかけてきたぞ。あの子たちに寄り添ってあげなさいと。メトラにも何かあるのかもしれねん。お前にコウコの何が。いや、もう話す気にもなれない。サンルームは逃避の場所じゃない。お前はいつだってそうだ。あそこで過去に閉じこもる。ずっと一人で逃
げているわけじゃ。お前、涙。涙流してんのか。お前もだんだん人間に近づいてきてるやん。わからずやの、お前のせいで。重たいな。重てえよ。二度と自分を粗末にしないって。さあクロエ、今日こそは私の問いに答えてもらう。なんだと。お前はなぜアニマに構う。重要な選択肢。アニマを構う理由か。話し合え。とことんだ。受け入れろ。相手の問いに。サンルームで話すか。何の今の行っていう話お前。サンルーム。私を中に入れてくれるということか。あ、そうじゃ。ジョマの方は入るんだって言ったな、そういや。入るに決まっているだろ。しかし、どうしたクロエ。お前がこんなに優しいなんて。天変地異の前触れか。この世界に氷が降るのか。失礼なこと言うんじゃねえよ。いや、それはともかく、やはりサンルームに入れなくしていたのはお前だったか。何度も言うが、私じゃない。あの辺、そう拒む原理は分からない。入れさせてなかったっていうか、入れなかったみたいな感じか。そうだったわ。じゃあ私はまだ入れないままってことか。私をからかったのか。落ち着け。原理は分からないが、原因は分かってる。え、何？お前はここに現れた最初の日、サンルームに入ることができていた。あ、そうだったっけ。なのに私が追い出してから入れなくなったんだ。あ、クロエの意思尊重された結果みたいな。なんか AI がそんな感じにしたんか。そうだ。お前は私に出て行け、コウコの偽物め。大声で叫んでいたな。恥ずかしいな。多分それだ。どういうことだ。音声認識ですごい働かせてくれたんじゃ。人のようで、人の言葉や感情に敏感だ。生まれたばかりのお前は私に出て行けと強く叫ばれ、演算領域の深い部分、無意識下で思い込んでしまったんじゃないか。あ、ノア自身がさ、自分が入れなくしたって感じなんじゃ。サンルームに入ってはいけないと。だったら手を出せ、ノア。そういう感じなんじゃ。当たり前だが、感触はないんだな。当たり前だ。ノアちゃんは拡張情報体だからね。だけどな、クロエ、ノアちゃんには実体よりも確かな愛があるんだろ。答えたのはクロエでした。なら、ダリアを愛してやればいい。行こう、サンルームに。やっとな、ノア。自分で自分に許すことができたじゃないか。私は今、サンルームにいる。ダリアだ。懐かしのダリアじゃないか。ああ、この鮮やかな赤こそが、リアルの価値そのものだ。かわいいな。お前たちは本当にかわいいな。よし、一曲歌ってやろう。歌うの、ここで。声が聞こえないよ。アニマやの。なぜかのノンボイスでした。残念。けるたびに劇的な変化が起こる。コウコは一体どこまでこの展開を見据えていたのだろう。預言者か。そんなにダリアが好きだったのか。そんなにダリアが好きなんだ。歌と同じぐらいにな。そんなに。コウコ由来のアークだ。好きなものぐらい受け継いでいる。そうだったな。この瞳と一緒にな。また私から逃げるのか。ここで話したいことは。あ、またか。結構重要な選択肢あるな、この辺。何について話す？でもこうかな。まあ、そりゃそうか。やばい、危なかった。一度
前と話したいと思っていた。これはさいとなんかこの文章載ってなかったんやけど、危な。それはでもこのタイミング、この展開で言ったらコウコの話よな。あぶね、攻略サイトさ、重要な一部載ってなかったっすよ。この選択肢に対して何を選べばいいかみたいな書いてなかったっすや。でも、甘かった。お前の目を見て、逃げている。確かにそうだ。うん。高校を求めていながら、なぜか高校に似ているものから目をそらしてしまう。私は、高校から逃げたいのだろうか。いや、違う。確かに私は逃げているのかもしれない。でもお前から逃げているわけじゃない。コウコの姿形から逃げているわけでもない。なんだいクロエ。じゃあクロエ、お前は一体何から。お前となんか出会いたくなかった。私は昔コウコにひどい言葉をかけた。この場所で衝動のままに言葉を武器のように扱った。うん。その後にすぐコウコは死んだ。ああ、地上に出てメテオラに捕食されたんだ。私は多分あの日から逃げているんだ。自分の吐き出した言葉から。そうなんじゃ。許されないから逃げているのに、でも許されたいと思ってるんだ。後悔があるんやな。だから私はアニマを気にしてしまったのかもしれない。アニマの中にいるかもしれない高校に許されたくて。そうなんじゃ。後悔しとるからこその行動だったんやな、クロエ。だがクロエ、前にも言ったが、あれは高校をコピーしただけのメテオラだ。アニマを候補として扱うことはオリジナルへの許されざる冒涜だ。オリジナルね。アニマが候補なのかメテオラなのか、確かに私はずっとそれを気にしていた。でも今はむしろ私たちを結んでいる謎。謎？候補の死からノア、そしてアニマへと至る一連の謎を紐解いてみたいと思っている。そうやな。コウコがなぜあんな笑顔で死んだのか、ノアがどうして作られたのか。あ、そういや、そうやな。2週目だったかな。ノアがノアを作ったん、ノアのデザインをあのコウコにしたのはなんかコウコの両親みたいなこと言おったっけ、2週目の時に。で、確かそれのモデルをコウコとクロエにしたみたいな、そんなこと言ったけど、そこら辺の謎も完全にほっときっぱなしだったような気がするわ。そしてアニマの誕生。まあ謎が解けてないことがあるのをちょっと考えていくんか。それは私も関係することなのか。コウコが地上で死を遂げてから、この世界には劇的な変化が幾度となく起こった。まずはお前の出現だ、ノア。お前自身も結構謎の存在なんだぜ。コウコに似たアークノアが町に解き放たれて、人々は歌を思い出した。ノアの出現と同じ頃、私はパイロットとして実戦へと駆り出されるようになった。私が地上に出るようになってからメテオラの出現数は明らかに増えたらしい。うん。コウコの死後に起こったさらなる変化といえば、パトロクス。パトロクスもか。レジスタンスを標榜するあの連中に変化が訪れたのも2年前だと聞いている。あ、そうなんじゃ。薄っぺらな偽物に騙されるな。その下にある真実に目を向けろ。最近の奴らの主張はコウコの言葉にとても近い。え、そう？ほんまに？え、何が影響してんのこれ。ノア、私、パトロクス。ここにパトロクスの言葉が出てくるとは思わんかったな。コウコの見た目、記憶と自我を一部残した人型のメテオラ。これらの謎をすべてつなげていけば一本の糸になるかもしれない。ちょっとキーワードが結構揃ってきたってことか。ここに来てこの糸を手繰っていけば、私は。糸は声を届けるの。結ばれた関係性は断ち切られたりしないのよ。あ、飛ばしてた、ごめんなさい。どうした急に黙り込んで。
ずっと導かれていたような気がする。やばい、この物語の黒幕コウコみたいになってる。大事な時に決断することのできない私をそっと導くようなコウコの声が死んでもなおコウコが道しるべとして立ってる。この先に何があるかわからない。でもこの糸を手繰ることがコウコの願いなら私はやばい。落ち着け、クロエ。死者から声が届くなんて、それこそただの願望。いや、そうとも言えないか。どうしたんだ？いや、何？こちらの話だ。おい、なんだよ。気になることは言ってくれよ。ともかく、今お前がすべきはこうだ。何？コウコの死を受け入れた上で、アニマをコウコをコピーしたメテオラと冷静に認識する。その上で、排除するんだ。陰謀論もオカルトも願望も捨て去るべきだ。それはお前を破滅の未来へと導くぞ。あれはメテオラだ。お前のことを傷つけたメテオラなんだ。確かにアニマはメテオラだ。それは否定しようもない。でもそれだけじゃないかもしれない。それだけじゃないかも。でもな、確かにそうやな。ここまでなんか因果が繋がってきとるんだとしたらさ、アニマという存在も何かしら意味を持ってるかもしれんな。どんな命もきっと多面性を持っている。人なんて特にそうじゃないか。ノア、お前だってなんだって黙り込んで。私の多面性。ああ、アーティスト活動のこと。アーティスト活動の話。まあ、ここは同意だと思うんやけど、そうですね、同意ですね、これ。そうだ、ノア、お前だってアーティストという別の顔を持っているだろう。普段は偉そうなお前がファンを癒すためならにこやかに微笑み、懸命に歌う。悪く言うならば猫かぶってるな。この間なんて歌声で暴動まで沈めてみせた。両方あってこそのお前なんだと思う。どちらが本性ってこともなく。だからアニマのことも見てやってほしい。その上で判断してほしいんだ。ただのメテオラなのか、それとも内側に謎を解く鍵を秘めているのか。うん、わかった。見るだけは見てやる。見た上であの獣の中にコウコが生きているなどというありもしない可能性を否定する。それでいいと思うよ。自分の目で判断しな。さあ、善は急げだ。今から行くぞ。どこへ？